フサイチジャンクは日本の競争馬である。2006年サツキショートライアル競争の若葉ステークスに優勝。また、命名由来からテレビ番組ジャンクスポーツで頻繁に取り上げられた。前兄に2002年のサツキショーに着馬タイガーカフェがいる。当西時に上場されたセレクトセールにおいて当時の最高落札額となる3億3000万円で落札された。場名は 場所の関口ふ夫と同郷のお笑い芸人、浜田正俊が出演する、フジテレビ系の番組、ジャンクスポーツにちなんで付けられた。JRA の登録場は、多種多様な環境で力強く勝利を目指す、馬の意となっている。札幌賞で安状を務めた、岩田光生も天ヶ崎市出身で、同番組は、この3人を、天ヶ崎最強トリオと呼んだ。 2005年暮れの中山競馬の新馬戦でデビューし一番人気に応えて解消すると、翌2006年の副受賞特別も勝ち上がりデビューに連勝。この勝利は安城の竹豊にとって JRA 通算2700勝のメモリアルとなった。さらに若駒ステークス、若葉ステークスも制してデビュー4連勝を遂げ、サツキ賞への優先出走権を得た。 迎えた札つ賞では、竹豊がアドマイアムーンに起乗するため、安城が岩田厚生に変更。当日は2番人気に押された。しかしレースでは先行した名称サムソンを捉えることができず、3着に敗れた。以降は一転して、制裁を書き始める。自走の東京優春では、当日2番人気に支持されながら11着と大敗。 夏の休養を経ての秋初戦セントライト記念でも一番人気に支持されたが、祭りだご夫婦落馬の影響も受け6着。クラシック最終戦の菊花賞では15着に終わった。その後明確な理由は不明であるが、長期休養を余儀なくされる。2007年以降は1600万下条件に降格。4歳以降は6戦で3着が最高という成績で、2008年12月に、 中央競馬の競争馬登録を抹消。翌2009年に、公営、船橋競馬に移籍した。しかし移籍後も2000連続で再開に終わり、同年5月21日付で、地方競馬の競争馬登録も抹消された。その後8月2日放送のフジテレビ、みんなの競馬において、栃木県内の牧場で、馬術競技用馬として、トレーニングを積んでいる様子が報じられた。 その後は、ラッキーブレイクと共に、栃木県の小山乗馬クラブにて乗馬になった。前日の通り、ジャンクスポーツにちなんだ場面であり、番組内でも3歳までの活躍は、頻繁に放送されていた。新馬戦の際は、ジャンクと並び上位人気が予想されていたフェラーリ1が、出走することもあり、関口は、自身が所有するフェラーリを何台も連れて、中山競馬場に現れ、 浜田も競馬場内の馬主席に同席した。前述の通りジャンクが勝利した際は、馬主席からスタンドのファンに向かって万歳をし、スタンドのファンも一緒に万歳をする光景が見られた。しかもこの日は、朝日杯フューチュリティステークスで、同じく関口が所有する夫妻チリシャールが勝利、GI 制覇となったため、再度表彰式でファンの歓声を浴びることになった。 その後3歳になり、2戦目の副受賞特別には、内田京子が同席したが、勝利して帰場した竹豊が JRA 通算2700勝を達成し、内田がプレゼンターを務めた。3戦目の若駒ステークスを制した時には、賞金面から、さつき賞出走が、決定的と番組内で伝えられた。4戦目のさつき賞トライアルである。 若葉ステークスを制した時には、サツキ賞優先出走権を得たことになるが、賞金面からダービー出走が決定的と伝えられた。その後サツキ賞、ダービーセントライト記念、喫花賞と番組で大きく取り上げたものの、前述の通りサツキ賞以後結果を残すことができなかった。長期休養後1600万条件に降格後は、復帰戦こそ番組で取り上げたものの、 その後は番組でほとんど登場することはなかった。前アニタイガーカフェは中央競馬クラシック3冠で2.1013着。本場は3.1115着であり、すべて1から2着ずつ下回る珍しい結果となった。ありがとうございます。